ジャニーズ事務所の営業活動に変化、ラジオ担当を新たに配置、飛べ対策化。性加害問題に揺れるジャニーズ事務所が、従来のテレビ中心の営業活動に異例の変化を見せている。売り込みの場として注目されていたテレビ局の男性アイドルグループ枠に対するスポンサー離れが進む中で、事務所は新たな戦略を模索している。 その策の一環として、ラジオ局での営業活動が活発化しているという。本記事では、ジャニーズ事務所のラジオ活動の変化に焦点を当て、その背後にある意図や飛べ対策との関連に迫る。ジャニーズ事務所は長らくテレビ局を中心に営業活動を展開してきた。 しかしながら、ジャニー北川氏の性加害問題が収束せず、国連にまで波及する事態となり、スポンサー企業の離れが始まっている。これにより、従来の営業戦略が揺らぎ始めたと言える。テレビからラジオへのシフト。ジャニーズ事務所がラジオ局にも売り込みをかけるという異例の動きが見られている。 これまで多くのジャニーズタレントがラジオのレギュラー番組を持っていたが、最近ではさらに一歩進んで、レギュラー番組以外の他番組に新曲を売り込むためのプロモーターを新たに配置したとされる。テレビ重視だったジャニーズ事務所がプロモーションのためラジオに動くこと自体が異例でラジオのディレクターたちも何があったんだ。とみんな驚いている。とラジオ局関係者は話す。従来、 テレビ局の影響力が絶大であったが、最近ではその影響力が低下しており、一方でラジオ局での影響力が増しているという。ジャニーズ事務所がラジオを重視する理由について、芸能関係者は、テレビが揺れ動く中で、ラジオは抑えておきたいという思いがあるのではないか、と指摘している。飛べ対策との関連。ラジオ局での活動が活発化する中で、 トベ製と呼ばれる元ジャニーズメンバーの動向が注目されている。滝沢秀明氏が立ち上げたトベは、苦境のジャニーズ事務所に対して、元 V6 の三宅県、元キングピンスの平野市王と神宮寺雄太、さらに元ジャニーズ JR のグループ、イムップ、元インパクトオーズが合流して勢力を急拡大中だ。 とべせいも音楽活動を行う見込みで新曲発表が確実視され、とべにラジオを撮られる前に抑えに行ったのではないかという声まで出ている、と関係者は語る。とべせいの勢いを受けて、ジャニーズ事務所がラジオ局での活動を強化する戦略が取られた可能性も考えられる。 新たな音楽活動や新曲発表をラジオを通じて行うことでジャニーズのファン層を維持し拡大させる狙いがあるのかもしれない。ジャニーズ事務所が性加害問題による影響を受けながらも新たな営業戦略を模索している様子が伺える。従来のテレビ中心の営業活動に加えてラジオ局での活動が注目されており、その影響力が増していることがわかる。 さらに、戸部製との関連性も伺える。ジャニーズ事務所がラジオを活用することで、ファン層の維持拡大につなげる狙いがあるのかもしれない。今後、ジャニーズ事務所の営業戦略と戸部製の動向に注目が集まることは間違いないだろう。